はい、皆様こんにちは。経営のデンダです。よろしくお願いします、うん。今日はですね、我々のコーヒー自家焙煎編、パート1ですね、ブラジルをやってみたいと思いますね。コーヒーブラジルの木豆です。我々はあの駅前にあるジュピターという輸入雑貨のお店から1200円ぐらいでしょうかね、1キロ1200円ぐらいで買っておりますね。ブラジルの特徴は豆が非常に大きく、不良豆が非常に少ないというね、後であの豆のピックアップも映しますのでご覧になってみてください。最初に焙煎機ですが、我々使ってるメッシュロースターですね、こちらね、私まず30年ぐらい使ってるんですが、片方が非常に目が細かく、片方が非常に目が粗いタイプですね。なぜこれがいいのかというと、目の粗い方で、豆の皮が落ちるというね、細かい方ではなかなか豆の皮が落ちにくいですから、最後に入れ上がった時に、粉みたいな感じで皮が残ってしまうと。で、大きなこのメッシュから後でまあ動画を撮りますけども、抜け出て、ほとんど仕上がった時にはなくなるということですね。はい、それでは行ってみますね。はい、それでは豆のピックアップから説明しますね。まず豆を焙煎機の方にしていきます。それで分量はですね、非常にこのぐらいの感じですね。豆がこう回転しやすいぐらい、多すぎず少なすぎずという形で、グラム数は大体200グラムぐらいだと思いますね。じゃあエレナにピックアップ、ダメな不良豆、ピックアップしてもらいます。ブラジルの場合は、最初に説明しましたように、不良豆は非常に少ないです。200g 中多くても4粒5粒ぐらいでしょうかね。今日はまだ1粒だけというね。一粒でも不良豆が入りますと、入り上がった時にその不良豆の悪い成分が周りの、豆、にこう影響を及ぼして、コーヒーの味が非常に悪くなるということですね。はい、今日は一粒だけですね。非常にいい豆ですね。はい。はい、それでは焙煎に入りますね。我々の場合はですね、焙煎、の時にレンジフードの台を外してます。こちらの台ですね、これはなぜかというと、ロースターを回した最中に、かかる可能性があるということですね。時間を計っていきますね。スタートから今15秒を経過しております。ちょっと英語で入りますんでね。ファーストトリーセカンドです。火力はですね、ちょっとズームアップしてみますね。フルパワーから8分目ぐらいの、炎ですね。はい、戻します。パス1分、1分経過しております。あとレンジフードちょっと移しますけどもね。はい、レンジフードはですね、最大の強で、取っております。煙が相当出ますので、強じゃないと間に合わないというね。それと、最初から窓を開けてですね、換気をいい状態にしておかないと、大変ですね。
past one and a half. はい、ご覧になってお分かりのように、粉が散ってですね、非常に綺麗な形ですね、特にこの多めのメッシュから、豆の皮が抜け出た時に、線香花火みたいな形でね、飛び散ってるのがお分かりだと思います。パスティミツ、2分経過してますね。はい、これが最初の、一ハゼですね、ファーストポップ、ポップコーン、弾ける、の音です。豆が大きく、膨らむときにこのバチバチバチという非常に強い音が、出ますね。2分半経過してます、我々はですね、非常に深いローストの豆が好きでして、最低でもフレンチローストですね、イタリアンローストからもっと深い入る位置で今回は止めたいと思います。ファースト3 minutes。 はい、今2ハゼですね、今度豆がジリジリと煎られていく音、ジリジリジリという形の音で、お分かりのように、エレーナの方は、火力を約半分ぐらいに落としてですね、落とす理由は、ゆっくりスピードを落としてですね、タイミングを、測るために火力を半分ぐらいまでに落としてます。エレーナ3分半が経過しております。はい、先ほどのあの弾ける音と違ってジリジリジリとこう豆が、成熟していくような感じの音ですね。チリッチリッチリッという音に変わっています。非常にこういい匂いが、台所中に充満してきました。パスフォーミンス、4分経過ですね。言い忘れましたけど、我々の場合この、横から入ってきますね、内輪を使ってますね、お分かりですか、これ、弘前のねぷたの内輪ですけどもね、一番最後に、豆を冷やすときにこの内輪を使ってます。それとこういう感じで、ああはい、ちょっとごめんなさいね、失敗しましたね。本人は暑いですから、こうやってね、仰いであげるという。これはカットしないとダメかもしれないですね。はい、どんどんいきますね。パス5 and half。5分半が経過してますね。もうちょっと自分ちょっと予約しますね。時間はだいたい平均で7分から7分半ぐらいですね、火力によってまず、誤差が30秒から1分ぐらい違う感じがありますけどね。パス6 minutes、 6分経過してます。二ハゼの音がだんだんなくなってきます。この辺からですね、ほとんど聞こえない感じになります。もうフレンチローストは過ぎてますね、この位置でね。フレンチローストは二ハゼの、最後ぐらいからでしょうかね。もうイタリアンの領域に入ってますけどもね。6 and a half、6分半が経過してほとんど
ね、聞こえなくなってますね。はい、あと少しですね。まだ音が鳴ってます。煮始めが終わった頃がだいたいイタリアンローストと世間一般では言われてる位置なんですが、我々はもっと深く入ってきますね。はい、煙が出てるのがお分かりでしょうか。非常にこう6分半ですね。そろそろ煮はぜが終わる頃かなと思います。はい、煙もだいぶだ、非常に匂いがですね、台所中に充満しております。7分経過ですね。そろそろ煮はぜが終わるんではないかなという感じですけどもね。今日はちょっと火を絞りすぎてますね。普通7分ぐらいで終わるんですけども、そろそろ7分30秒ぐらいになってちょっと火が弱かったようです。ちょっと時間がかかってます。セブンダハ7分半ですね。まだ音が聞こえているのはお分かりだと思います。今日はちょっと時間経ってますね。8分経過してもまだ煮はぜが終わってないようです。非常に煙が出てます。匂いも強烈な匂いが、台所中に立ち込めてます。8分半ですね。パース8 and a half。 はい、そろそろ煮はぜが終わる感じがいたしますけど、9分近いですね。パース9ミニッツ9分経過ですね。ちょっと今日は時間がかかってますね。軽く落としてみたようです。猛烈な、煙が差し込めてますね。はい、そろそろ終わりかな。9分半ですね。はい、ここからカウントしますね。5秒、パス5セカンド、10秒、10セカンド、15秒、15セカンド、20秒、20セカンド、25セカンド、25秒、エンド、30セカンド、30秒ですね。幅楽。ちょっと様子見てみますね。豆の色確認ですね。はい、こういう感じですね。はい、十分だと思いますね。はい、これでちょっと煽りでいきますね。トータルで10分かかってますね。9分半で、止めましたんで、上から煽りだ。
ちょっとアップでいきますよ。はい、非常に、濃い感じですね。もうコーヒーブラウン取り越し真っ黒のような感じですね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。